人のことが批判しても何にもならないんですよね。ああ、支部のものは受け付けませんとか、そんなの僕大嫌いなんですよ。お金ができたら全く同じこと始めちゃったと。<laughs> 最近非常にこう、上機嫌っていうある意味じゃい上機嫌なそれはですね、僕の長らくの疑問が解けたんですよ。まさかだけど参政党がそういう風になると夢を持ってなかったですね。今、執行部ですよ。参政党本体はもう全然違うんですけど。本部に言って本部の許可を得るとか、そういうことじゃない、政治ね。 そういうのを目指した人たちと一緒にやっていけると思ったんですけどね。残念です。参政党の部屋。また、あの、参政党の方、関係する方ですね。また、あの、いろいろ協力していただいた方に、2回目のお話ですね。僕の政治しますきということの2回目のお話をいたします。えー、っと、まあ、1回目はですね。 日本の民主主義っていうのは政党が中心ではなくて、えー、個人の立候補する人が中心で、それをまあ大議士と呼んで、えー、国民の代わりに、普段国民は忙しいですから、えー、大議士に、えー、国会の運営をとか、市議会の運営を頼むという、そういう思想ですね。ですから憲法には党という表現は全く出てきません。えー、ところがそれがまた小選挙区になったりですね、比例区なんかができたりしてましてね。 今はもう本当に党支配の政治になっておりました。それがまた非常に日本の政治を大きく狂わせているわけですね。ということで賛成党、まあ直接ですね、国民が政治に参加し、まあ党の統制は非常に緩くて、統制なんかなくて、まあそういうチャンスを与えてくれるのが党であると。まあああいうことでしたんでね。まあ賛成党に入って、えーまあ、僕は、僕自身はもう賛成党に入るのが希望でしたからね。 ちょっと事務的な手続きでなんかあ、党員じゃなかったっていうのは話もあるんですけど、まあ僕自身はもちろん党員として、言ってることとやってることが一致しなきゃいけませんからね、人間ってな、えー、ということでしたけども、もう一つは党が選挙をコントロールするってことができるっていうことを今度よくわかりましてね。えー、それがもう一つ、要するに、党が存在するっていうこと、小選挙区であるってことにプラスして、党が選挙をコントロールするっていうことで、 実際には国民の投票権というのが損なわれているんだなということを痛感したというのが第1回。第2回はですね、私が参政党であの、主張したかったこと、それから参政党というものがこうあってほしいと思ったこと、それはですね、2つあるんですよ。1つはあの、声の小さい人が不利にならない、あの、辛くならない、えー、そういうそのところですね。そういう社会を作りたい。2つ目は、 やっぱり人間っていうのは今日より明日が良くなっていく。暗くなっていくんじゃなくて明るくなっていく。そういう政策っていうのが必要だ。この二つが私の柱でした。ですから、まあ私はね、今もう本当に子供がね、かわいそうだと思ってるんです本当にかわいそうですよ。あの国語算数理科社会ね、大体嫌いなものを勉強させられる。まあスポーツだって芸術だってね、みんななんかまんべんなくできる子が、あなんか褒め誘えられる。 そうすると子供はですね、今見てますとね、だいたい3歳ぐらいから18歳までの15年間、嫌なことだけを言われて怒られながら生活してるんですよ。もうね、あの、道路に出て遊ぶことも車が、車が優先だっ,つって追い飛ばされてますしね。広場でちょっと三角ベースでやろうと思っても広場なんかないし、もう本当に今の社会っていうのは子供をいじめいじめて生活させてるっていう感じなんですね。で、まあ、小学校の前からあの嫌な勉強、つまり、 漢字の嫌いな子は漢字を勉強させられる。それからもうピアノも嫌いだっていうのに教えさせられるっていうのはね。それから、まあこの頃、まあスポーツするのはすごくいいんですけども、まあ強制的になんかジムみたいなところに行かされるとかね。そしてもう中学校入る頃はもう勉強嫌だと。それから高校受験とか大学受験ありましてね。私ヒバリクラブでも行ってますけども、試験っていうのは必ずしも勉強やろうっていう気になる。 制度じゃないんですよ。それから、まあ、これちょっと深い意味があるんで他の機会に言いますが、先進国はほとんど受験というのがない。後進国ほど受験が厳しいっていうのは、その、それなりの社会的要求があるんですね。まあ子供はね、とにかく言葉がうまく言えませんから。だってね、大人でね、15年間も自分の嫌なことをさせられたらね、仕事も変わろうとか、職場変わろうとかね、あの人と付き合いたくないってなりますよ。それがね、 子供はまあ素直ですからなんとか頑張りますけどね。だけど僕は今の教育制度っていうのは本当に子供があの、登校拒否したりね、発達障害になったり、それからこう、ね、いじめに走ったりする気持ちがよくわかるんですよ。これなんとかしたいと。やっぱ僕ね、強く思ってるんですよね。だから二つ目やっぱりご婦人ですよ。日本の女性はね、世界で初めて男女平等になった国なんですよ。平安時代にですね。 ま、その、うん、詳しいことは、あの、この、ひばりクラブでも言っとりますし、選挙活動もやってる。ところが、現在は、この前、あの、都道府県別、男女平等度っていうのがね、出てました。で、なんか、男性と同じ仕事してるかとかね、それから社長の比率はどうだとかって出てましたよ。これは、ヨーロッパの女性をドラムとして使うという思想のもとの男女平等なんです。 なかなかヨーロッパって面白いんですよ。男女平等と言いながら男女平等じゃないことをやるんです。これがあのー、まあ、いわゆるアイア人の考え方なんですね。で、ところがその表にはね、資産を作る仕事っていう項目がないんです。資産を作る仕事って言ったらね、女性が100で男性が0なんだ。だけどもそれは書いてないんです。で、資産を作る仕事っていうのは仕事の中に入れないと労働基準監督局は言ってるんです。しかし、 私の考えですよ。私の違う考えあったって言うんです。私はですね、人間にとって最も大切なのは子孫を作るっていう仕事ですね。で昔はそうもみんなそう思ってたんですよ。従って、ご婦人が、あ、日本ではね。日本ではそう思ってたんです。だご婦人は、あの、日本ではだから、女性は道具じゃないんですよ。あの、子供を産む道具とか子供を産む機械じゃないんです。人間なんですよ。同じ人間なんです。そうすると、女性が子供を産んで、そして、子孫を作ってくれる。 子供を実際に産んで、その後に1年半の授乳期間におっぱいちゃんとあげて、そしてちゃんとした人間を作ってくれる。これがなければ人間の続かない。だから、女性には必ずそういう待遇をして、そして女性、男性は家庭のために働いて、家庭のためにですよ、自分のためじゃなくて、家庭のために働いて、それが他を耕すわけです。だから男という字は他の力と書くわけですね。戦争にも行くんですよ。 なぜかって言ったら、歳子を守るために戦争に行くんですよ。自分の出世のためじゃなくてね。それ、決まりができたのは平安時代ですからね。で、紫式部が出てきた。世界で女流の作家の700年早いんですね。他の国よりか。だから日本がいかにね、女性というものを大切にしたかってことがわかるわけですよ。そういった国を作るために、アマチュアス大神という女性の、まあ女性の神様ってったらいけないんですけど、まあ女性の 機能を持った神様。それで他の国は全部、こう、筋骨隆々で刀を持った神様なの。それが権力によって人を殺すわけです。人を殺すというか、成敗する。正しいことは力のある人が決めるんだっていうのが日本以外の決め方です。日本はそうじゃないんですね。アマチャアの大御神は暴力は振るいません。権力も振るいません。ただ自分がいなくなると困るよっていうことは示す。ね。 それが日本だった。それが、ま、天皇制っのにつながって、日本は2000年間、奴隷のいない、男女平等の社会を作ったわけですね。ですから、戸籍という家庭を守る制度もですね、えー、世界の200カ国のうち、7カ国しかない。日本の文化をの影響を受けたとしかないんですね。これが私が考えることだ。で、今は、ご主人は、騙されて、ヨーロッパ流男女平等、 ヨーロッパで男女と平等ってもう一回言いますけど、本当の男女平等じゃないんですよ。男女平等の社会を作ろうなんてヨーロッパ人んですよ。ヨーロッパ人とは、あの、同時に二面性のあることをやることがいいんですよ。まあ、賛成党ができる頃ね、あの、ディベートをみんなに訓練しなきゃいけないって話があったんで。ダメです。つまり、声の大きい人が自分の心と違うことを言って利得を得るのがディベートですからね。だから、ヨーロッパ社会には非常にいいんですよ。 ヨーロッパ社会っていうのは、例えばアジアの植民地でどん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 人を殺したり、鞭打ったりしながら、そこから出てくる収入で、自分は豊かな生活をしながら、かつ人の幸福とか、人権とか、平和とか、平等とか、そういうのを話すっていうのが、そういう二重性を持ってるのがヨーロッパですから。それヨーロッパの考えで行くっていうなら、それで行ってください、ということになる。日本は違いますよ。だから日本は、 2000年間も平和な生活をし、奴隷もいなかったっていうね。そういう社会を築いてきたわけです。ところが今の女性は本当にね、騙されたもんですから。要するに、今の女性の問題というのは子供を産んで子供を育てるっていうものすごく大切な仕事をやっても、全く社会はその評価しない。それがしかも男女平等を唱えてる女性の指導者もしないっていう奇妙な状態なんですけどね。だからお母さんが一番大切ですと、これを言いたいと思ったわけですね。 あそれから、お子さんのいない人、結婚しない人多いに結婚なんですよ。これはね、人間社会っていうのは、自分の子供と他人の子供を区別しないっていうのがまた、まあ、生物、動物の社会の基本概念ですからね。これ間違っちゃいけない。それから、3番目やっぱお年寄りですよね。今日、昨日かのニュースも見てね、えー、っと、本当にあのー、140円のカレーパンかなんか一つ盗んだ年金生活者が、まあ、裁判にかけられてましたよ。だけどね、彼がなぜ、 プレイパンをね、盗もうとしたか。ああ、レ・ミセラブルというフランスの小説を思い出しますよ。誰か救う人いないのかと。この日本には。その家庭状況も全部知ってるんです。140円。なんでかった年金6万円しかないんですよ。年金6万円でね、まだ64歳だと思いますけど、年金6万円でね、この世の中過ごせないですよ。物価は上がる。経済学者は物価が上がった方がいいっていう。インフレ率2%でいいっていう。 だけどインフレ率2%でいいという人たちは同時に年金も物価が上がったらスライドして上がると言ってる。絶対上げない。首相は今度40万ぐらい、なんか月給が年俸が増える。ね。まあ1年間取り消しますなん言ったってダメですよ。心が、あれです。4000万ぐらいももらってますからね。いや、あの6万円のね年金でね、一月やってね、お腹が減ったから140円のカレーパンを盗むのは悪いことですよ。しかし、それは、 個別はしょうがないです。だけど政治っていうのはそういうことにならないでするのが政治ですからね。声が弱いんですよ。ねえ。もちろんあの現役世代もそうなんですよ。現役世代の男性だって、昔はね、日本のためっつって一生懸命働いたらよかったのに、最近はなんか外資系とか入ってね、お前はなんか、なんとかかと一緒にどっかに行けなんすってね、急に会社変えられたりす生きてる価値ない日本になっちゃった。これを変えたいってうのが僕の。 僕が、あの、政治活動をする主目的。あともう一つは、もう暗いでしょもう、マスコミなんか地球が温暖化するとかなんとか山ほど言ってね。今度の今週か来週の本当の話で、僕それを少し反論しますけど、データを持って。<laughs> もう産後症がなくなる、発火した産後症がなくなるって嘘でしたしね。そういうのいくらでもあるわけですよ。つまり、将来を暗くして金を取ろうってうわけ。これをね、サン党でやりたいと思って、できると思ったんですよ。というのはね、 三政党の最初のパンフレット。ね、吉野先生が、それを分かって目を開けろっていうポスター。それから、初期の三政党の党員の人がね、5人ぐらい並んでみんなニコニコして、これから僕らが政治を決めるんだ。つまり、人間社会は2つあるんですね。力を持った人、金の力、権力、なんか支配力、知力、こういうのを持った人が支配する社会と、日本中社会はそうじゃなかった。ね。それが、もちろん、総民神とか天皇陛下に象徴されてたわけですね。 それで、まあ、あの、神野さんに最初に会った頃は、神野さんはなんか、神話、日本の神話のね、漫画なんか作っておられた。で、日本精神を復活させたいって言うから、いや、もうこれはいいなと。しかも参政党という名前はいいと。じゃあ、僕は参政党に入って、それで、一人一人の人が、あの、声の小さい人が、主に声の小さい人がね、政治ってのは声の大きい人はほっときゃいいんですよ。声の大きい人、強い人、金の力がある人、権力がある人、そういう人は政治はほっときゃいいんですよ。 この弱い人をこう、どうするかっていうのは政治の本体ですからね。えー、で、まあ、そういうことで、えー、各、反省党の各支部で、この2年間死ぬようにやってきました、僕。<laughs> 本当に。もうね、えー、2年前に1ヶ月入院してたんですから、もうそれからのね、1年間本当につらかったですね。だけども、まあ、僕はね、やっぱり、私自身はもう今救ってもらう必要ないんですよ。全然。えー。私は、 毎日ニコニコを過ごしてるんですよ。ですからうもう友人にも恵まれね。まあ、今まで三世党の支部にも恵まれて、本当に楽しかったですよ。えー、島根に行けばね、夜の8時頃でしたか飛行機着いた時にね、みんなが迎えてくれました。鹿児島に行けばね、本当に素朴な人たちにお会いすることができました。宮崎に行けば、本当に病気の方が頑張っておられましてね、その方亡くなりましたけど、本当にこう、人間というのを感じましたね。 もう全国つつ、うらうらそうでした。あの、日本は地方に行くほど、やはり正常でしたね。まあそういう中で2年間過ごせたってことは非常に良かったけど、今の賛成党はディベート化しちゃったんですよ。誰か、なんか知らないような規則を決めてね。で、規則を自分で決めて、その規則に従いなさいってのは、これ、規則じゃないんですよ、本当はね。規則とみんなで決めたものが規則なんですよ。だから、 どっかで決めたのってなものはね、規則とは言えないんです。まさかだけど参政党がそういうふうになるとはもう夢を持ってなかったですね。えへ、え。あの、参政党はなんか、今執行部ですよ。参政党本体はもう全然違うんですけど。参政党本体はもう昔の支部の順調さ。自分たちが政治をやるんだっていうね。別に誰にも縛られない。なんか本部に言って本部の許可を得るとかそういうことじゃない政治ね。そういうのを目指した人たちと一緒にやっていけると思ったんですけどね。 残念です。これからまた私ね、やっぱり僕はあの、声の小さい人を、うん、やっぱり代弁してね、僕は割と弁が立ちますし、まあ一応こう、そういう社会的地位もありますから、やっぱり、嫌、えー、なことをずっと15年間も、人生で15年間、子供の時代にやらされる子供たち、いくらなんでも可愛さって思ってるんですよ、僕。それからね、飛ぶようにね、忙しく働いて、しかもね、えー、日本がどうしても必要な次世代の人を作る、お母さん。 それから、140円のパンをね、6万円の年金で140円のパンを盗んだって裁判にかけられる老人。それから、一生懸命働いてるのに、お前は、お前はあっちの会社に行けって言って、まさにこう奴隷のように、あの、仕事を変えさせられる若い人。この代弁をしたい。それから、あと日本社会です。日本社会のことはもう一回、今日話してみたらもう一回言いたいのでね、第3回に。 私がどういうことを望んだのか。まあ、どういう,こう活動の場を得たいと思ったのか。それが現在ついえてしまいましてね。まあ、日本共産党の組織が理想だと言っておられますけど、それなら最初からそう言ってくれと。最初からそう言ってくれたら、確かにディベートがそうでしたから、そこで気がつくべきだったかもしれませんね。私としては。私の反省として。まあ、人間というのは意見の違う人もいるわけですから、もうちょっと慎重に賛成党に 入って参戦の活動をすればよかったなっていう自分の反省もあります。えー、私自身は一生懸命いい2年間を過ごしましたが、まあ、ご迷惑をかけた人もおられるの。この際、謝りまして、第2回目を終わりたいとい,い,いですね。今日は僕の政治、えー、島月の3回目ですね。3回目と言ってもですね、参戦とつうのは、あの、日本の精神でいくと。で、神様の話を重視すると。そして、まあ、日本的に、まあ、 えー、場合によっては、参政党のなんか会でですね、国旗を上げて、日の丸を上げて、国歌を歌うこともあるんですけども、それはいいんですよね。だってね、日本国民たる,たるものね、世界どこ行ってもそうですよ。自分の国の国旗とか国家を尊敬しない国なんてありませんからね。それがまあ、変な人たちが煽ってですね、なんか、日の丸とか、あの、決め替えを歌うと変だなっていう人が変なんですけどね。だからまあ、その人たちはその人たちいいんですけど。 今日、3回目ね、ぜひね、第2回目を話しましたらね、この、現在の賛成党の執行部が変だということを僕は言ってると。まあ確かに言っているかどうかしかないけど、行動はそうしてます。僕はあんまり人の欠点を言うってのは、言うのは口に出すのは嫌いなんですよ。ところがね、これが問題でね、僕が嫌いなもんだから、向こうが言ってくるやつに反撃したくないもんだからね、だんだんこう押されることがあるんですね。ええー、と、まあ、そういう人たち、人の批判をするのが好きな人たちはね、 嘘もつきますからね。ど、どういうのが嘘だって言いませんよ、それと。一般論として。だけど、僕はそういうのはちょっと嫌なんですよ。だから前向きじゃないですしね。人のことが批判しても何にもならないんですよね。それから、やっぱ僕は自由に話ができるのは好きで、今の参政党の執行部みたいにね、一つ上の階級にしか話せません。飛んで話しちゃいけませんとかね。それから、なんか本、本部っていうのはないんだけど、あの、事務方があるだけだけど、事務方の言う通りの規則に従わなきゃ、 あ,あ支部のものは受け付けませんとか、そんなの僕大嫌いなんですよ。そこで。まあ、しかし、人には考えはありますから。まあ、共産党なんかそうですからね。別に、あの、党首とか職書長書かなんかのことを文句言ったらすぐ除名されるわけですから。まあ、共産党の人でね、地方で働い、あの、活動してる人って本当にいい人って多いんですよ。だから、地方で活動してる人のことを共産党って言ってるわけじゃなくて。<laughs> 共産党のそういうやり方ですね。まあ、今の参政党の事務方はそれそっくりですからね。 そっくり。だから、まあ、しかしそういうことは議論したくないんです、僕は。僕が議論したいのは、もう聞かれるから、しょうがないから言うことがあるんですよ。そうするとね、またね、聞かれるから、ちょっと僕は人の悪口的なこと言うとね、またそれで、こう、ごちゃごちゃってなるんですよ。悪い方に悪い方に言っちゃうんですよ。僕が考えてる日本精神とはどういうものかって言いますと、いつも言ってますけども、えー、中国でもヨーロッパでもどこでも、一番上の神様っていうのは、男性で、筋骨隆々で刀持ってる。そして、 世の中を統治する。これはどういう考えかって言いますと、人間の集団は力で支配するべきだっていうことなんですね。これはだから、腕力、権力、金の力、知力、こういうものなんです。ですから、社会全体はそうなんですね。少しでも力をつける。そして相手をやっつける。まあ、これで現在でも、えー、アメリカでも、ロシアでも、どこでも、戦争をするんですよ。戦争するってのは力で相手をねじ伏せれば勝ちだ。 日本でも戦争あったじゃないかって言うけど、日本は対外戦争は3回ぐらいしかなくてね、もう世界では最も少ないんですね。で、アマテラス大御神っていうのが、まあ、一番上の神様で、彼女は、まあ、彼女つっ,っていいかどうか神様ですからね、難しいんですが、まあ一応彼女は、えー、権力、筋骨隆々でもありません。<laughs> で、アマの岩戸の物語っていうのは象徴的なんですね。えー、まずいことが起こる。 ヨーロッパだったら神様もできて叩き切る。しかし叩き切らない。えー、自分で天と、甘の岩戸に閉じこもる。そうすると世の中が暗くなって生活がしにくい。そしてみんなで相談して、とにかく我々悪かったからまあ神様に出てきてもらおうつって出てきてもらって、そして世の中が明るくなる。これはあの日本の正しさは何かということの象徴的な神話なんです。三党を設立の時には神話の漫画がいっぱいありました。 これに学ぶと言ってました。2番目の話はですね、神武天皇の話です。これも半分ぐらいは神話ですね。しかし、この話は、日本というものが何を大切にするのかということをよく示しておりまして、神武天皇があるときに、宮殿からこう民家を見ると、煙が立ってないと。それで旅館にですね、ああ、これは民が食べるものもなくて苦しんでんじゃないか。じゃあ、税金と、 調整ですね。税金を取り立てるのと私益、市えー、昔は、あの、出てってこう、なんちゅうかな。いろんな市益をしたわけですよ。宮殿造営とかですね。川、あ要するに用水路を作るとか、こうやったわけですね。それを3年間やめよう。ということでやめた。そうすると税金も入ってこないし、それから市益の人も来ないから、任天皇の農みの宮殿はだんだんボロボロになり、食べるものも貧しくなった。そして3年経って、また、 宮殿かから民家を見るるるととといた煙がが立っているとああよかってあねね天皇が言われるわれけです、ね、やっぱり3年間税金をやめて、市域をやめたおかげで民は豊かになったなと。だけどちょっと足りないねと言って、もう3年間、調整と地域をやめます。もう宮殿は、忍徳天皇のお住みになっている宮殿はボロボロ。食べ物も本当に貧じゃん。まあ、これは忍徳天皇ばかりじゃないですよ。明治天皇が日露戦争の時に、 えっと、兵士と同じ貧しい食事をされてたんですね。だからこれはあのー、日本というものを基本的思想なんですよ。別に、任天皇の時にあったわけじゃないんですね。で、えー、6年間、えー、また宮殿から里を見るとですね。まあ、パツにみんなが煙が出てる。ああ、よかった。そして、また元に戻して税金も当然必要ですからね。支援金も必要です。それを非常に喜んで、国民が感謝して、 自らが手伝った。それが、仁徳天皇の世界一大きなお墓ですけども、仁、まあ、徳天皇陵と言われる、あの、ゆえんなんですね。この話は半分は神話的ではあります。だから事実を見るんじゃなくて、日本精神、日本が支配するというのはどういうことなのかと。これはもう、なんちゅうか、世界で日本しかありません。えー、今の賛成党はもう、賛成党事務方それも忘れておりますね。あ一回仁徳天皇の話をもう一回、えー、事務方で、 何回か昭和してください。それから、三番目に私が言うのはね、だから一番目がアマテラス・オミカ2二番目が仁徳天皇。三番目が私が原子力やってる時に、フランスの親しい人が時々名古屋に来られるので、えー、東京かなのてきはね、名古屋で名古屋城を見せたことあるんですね。そこで織田信長の話をした。その時どういう話したか。織田信長が天下を統一し、もうほ,ほぼ仕掛けて、そしてこれは天皇のとこに挨拶に行かなきゃいけないっつって、軍勢を連れて、 天皇陛下のとこにきらびやかな服を着て、供物を持って行った。その頃天皇はもう京都で、えー、もう貧しい御所の中で、ひっそりと暮らしとられた。霊兵,兵はもう数十人もいないぐらいだ。そして、えー、天皇に配慮した小田信長はですね、まあ天皇はそろそろ統一できそうになったので、まあ、お土産を持って挨拶に参りました。こう言ったら。この話をしたらです。フランス人は何つったか。武田さんその話は嘘でしょいや。本当にそう言ったんです。で僕は日本人ですからね。 何言ってんのかなと思って、フランスの方にね。いや、本当の話ですけど、どこが嘘なんですかとこう聞きましたらね。織田信長は天下を統一したかったんでしょそして日本で一番偉いのは天皇陛下なんでしょうなんで天皇陛下殺さないんですかそんなはずないじゃないですか。ねものすごく苦労して天下統一して部下の多くも失って、頑張ってる人が目の前に何にも力のない最高権力者がいたら、 殺すに決まってるじゃないですか。そういう嘘をつかないでくれって言ったんですよ、僕に。で、僕ね、もうびっくりしたんです。それは私が日本人だった。私は日本人だから、織田信長がいくら強くても、天皇陛下を切ることがあるとは、もう思いつかないんですよ、僕自身が。<laughs> まあ、聞いてる方も思いつかない人多いでしょうね。ところが、フランス人がそう言ったのは当たり前なんですよ。ヨーロッパ、力の強い人が弱い人を切り殺していいんですよ。中国もそうです。関東、草原、民進と王朝がありますが、 王朝が変わるごとに前の天使を切り越して墓を暴くんですよ。だけども、この日本の制度ね。アマンテルス大神の天の岩戸の話、仁徳天皇の民のかまどの話、織田信長が天皇に敗越した話、これが日本の繁栄をもたらした。私最近ね、日本が衰退してますからね、よく講演なんかで、武田先生、日本の現在の衰退の原因は何ですかと聞かれるんです。それは僕に言わせれば、日本の 文明を忘れたからだ。これはね、ちょっと言いにくいんですけど、明治の初めにね、その、福在口がね、あの、文明開化と言ったんです。これがね、ちょっとね、福在口先生のことを悪く言うのは非常に、あの、気が引けるんですけどね。西洋の文明は開化で何でもないんですよ。日本の文明の方が優れてた。ヨーロッパが優れてるのは、文明じゃなくて、人越しなんです。ですから、まあ、第2回目の時言いましたけど、女性に対する、まあ、考え方もね、 日本は、それは甘てらず大御神を一番上にしているくらいですから、わかるんですけどね。日本は力ではないと。そういうその権力じゃないと。まあ、そういうのがね、日本精神なんですね。それで2000年間、日本は繁栄し、奴隷もいない、ねえー。女性の男女平等も一番世界で早くて、大体10世紀ですね。これはあの、男大の文学部の先生方と、研究会をしているときに私が知ったことであります。 えー、まあ、紫式部を見ればわかる。えー、ヨーロッパに対して700年男女平等が早いんだということを教えていただきました。まあ、そういうことでですね。私は日本の、今の日本ね、声の小さい子供たち、まだ力の及ばない女性、歳を取った方、それから一生懸命働く真面目なサラリーマン、みんな苦しんでる。声の小さくて権力がない人が苦しんでる。これはもう日本じゃないです。僕の感じでは。もう日本とは言えない。 これをね、賛成党がやると2年前に聞いたもんですから。まあ、うっかり飛びついちゃった。と。<laughs> そしたら同じだったと。<laughs> 国会議員ができて、権力ができて、お金ができたら全く同じこと始めちゃったと。<laughs> ヨーロッパとですね。確かに、ディベートだけは僕ね。ディベートってのはあの、ヨーロッパ人の、この前も言いましたけど、ヨーロッパ人の本当に考え方なんですよ。A と B と人に分けて、その人たちの本当の心ではなくて、それぞれにテーマを与えて、 だからその人はそのことを考えてないのに言論で戦わせるんです。で、言論で勝った方が勝ちなんです。その人が支配するんですよ。だからもう、日本文化と全く180度違うんです。これをね、三節の初めの頃にやろうとしてたんです。あの時に気がつけばよかったですね。だけど、リベートだけやめてくれって僕そういう言い方しちゃったんですよね。だけども、リベート以外にも、歌もそうでしたし、それから、タウンミーティングっていう英語とかね、do it yourself とかね。 それからシェアタイムとかね。全部ヨーロッパの概念でした。確かに。だから、まあそういう意味じゃ、まあ僕が推定不足っていうことでしたかね。あのね、ここで間違っちゃいけないのは、僕は参政党の中でこういうことが行われたってことをあんまり言わないのはですね。えー、っと、人にはそれぞれ意見があるんですよ。その意見が、どの意見が合ってるかなんてことはわかんない。私はこう思うっていうだけなんです。 ヨーロッパ文明の方がいいと思ってる人山ほどいますからね。だって今の日本なんかそうですから。首相はなんか賃金が年俸が上がると。ますます上がった何千万のやつがまた上がると。<laughs> それで僕はね、最近非常にこう上期限っていうある意味じゃ上期限なんです。それはですね、僕の長らくの疑問が解けたんですよ。日本人がなぜなんか大会社の会長が10億円もらってて、それで母子家庭のお母さん200万しかないのかと。 なんでこれで日本人が納得してんのかと。納得してんですよ、日本人。それヨーロッパ人はそれでいいですよ。だけど日本人は、日本人で同じ食卓を囲んでるんですよ、これ。日本人1億人もいますからよく見えませんが。日本人で同じ食卓を囲んでるんですよ。したら同じものを食べるのが基本ですよ。能力には差があります。人間なんで確かに。だけど、大会社の会長は子供を産めません、男だったら。 母子家庭のお母さんは子供を産んでます。育ててます。どっちが日本にとって大切かってのは、にわかにはわかりませんよ。だけども、東大出てるとか、お金を持ってるとかいう点では、大会社の会長の方が、まあ、ヨーロッパ中では偉いです。だから、賃金が、年俸がつったら、まあ、お母さんに500万、まあ、大会社の会長1000万か2000万でもいいかもしれません。だけど、せいぜいそんなもんですよ。それをね、 僕は日本社会が認めてるってことがショーアップの根源だと思ってる。日本の衰退はそこにある。これね、私工場いましたけどね、アメリカの工場と日本の工場と何が違うか。日本の工場はね、みんなで製品作るんです。だから隣の人がボルト締め忘れてたら言うんですよ。おい、ちょっとお前そこのボルトお前締め忘れてるぞ。だからいい製品ができるんです。助け合っていくんですよ。自分が偉くなるよりか、みんなが偉くなりたい。立派になりたいっていう,そう,いう気持ちがある。落語ですね。えー アメリカの工場違うんですよ。契約ですから。だから契約がいいなんて最近言ってるけど、契約の工場なんか作ったらね、隣がボルト閉めてなかったって関係ないですよ。それぞれ会社とだから。だから、ボロいことが行われるわけですよ。どういう世界がいいというふうに思っておられるのか。私はそう思いますね。えー、それで私がそういう夢を持って、あの、よし政治やろうと思いましてね。本当に、日本の支部の方は、全員日本の精神でした。だから、 支部の人たちと、支部の人からね、政治を志して立候補する人に応援演説行くのはもうどんなに辛くても、まあスケジュールが厳しくても、僕は普通じゃなかったですよ。ええー。まあこれで、やっぱり日本を取り戻せると思ったもんですからね。そして我々の子供たちに立派な日本を引き継げると。夢破れました。市部の方には大変に申し訳ありませんでした。しかし、夢は破れてしまったんだから仕方ありません。今後また考え直して、 今度の私はおっちょこちょだったと思って反省してですね、そして再スタートを切りたいと思っております。